どうも、ねんねんでーす。むいむいでーす。ゆきでーす。わえー。今日の企画は、お二人、日本語の学習歴を教えてください。ざっくり、10年以上はあります。5年ぐらい、6年ぐらいじゃない？私も10年ぴったりぐらい。はい、そんな5、6年間、10年間ぐらいの学習歴の中で、なんか、あ、この日本語発音かわいいっていう言葉を聞いていきたいなと思います。はい。あります？あ、基本もう響き基準。響き基準。意味合いは、まあ、無視してもいいみたいな。無視してもいい。例えばなんですけど、あの、専門学校の時、声優かアナウンスかじゃないですか。結構、滑舌の練習するんじゃないですか。で、よくやるのは、のニャギョニャギョニャギョってあるの？え、やったことある？ニャニニューニャニョ。そうそうそう、ニャニニニューニャニョニャニョニョニャニニニューニャニャが個人的に可愛いって。可愛いね。ニャ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 ずっと言ってる。そう、なんか猫ちゃん、みんな猫ちゃんになってる。確かに、なんかね、一クラス十何人でみんなでニャ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 って言ってるみたいな感じな。はい、あ、なるほど。ちょっと近いかもしれない。あの、全然、なんだろ、意味合いと全然関係ないんだけど、大名。あー、確かに。なんかちっちゃい U が書いてる、ちっちゃい U が入ってる音が、しかもあから始まるじゃん。あ、うん、もう可愛いのなんかセット売り。大名。あとみちょぱとかも可愛い。確かに。二行も二行っていうか。ま行。そう、ま行から始まるそのみとかあの辺は可愛いじゃん。でちっちゃい U が入っていて、パ行も可愛いじゃん。そしたらパミュパムも、あ、パミュパムも可愛いよ。可愛い。言いにくいけど、ね、言いにくくすぎて、なんか可愛いと思って、パミュパム外れちゃった気がするけど。言いにくいからなんか可愛い。言い間違えた時の、あ、可愛いじゃん。私も結構ヨーンがすごい可愛いと思って、ひょっとして。ひょっとして、ひょっとして、まあそもそもさ、ヨーンが入ってるのもすごい可愛いし、うん、なんかひょっていうなんかじゃ。ひょっくりはみたいな感じ。ひょっこりはは可愛いよ。そう、だからなんかひょっとしてって言ってる時の人がなんか自分の脳内だとなんかひょっとしてみたいなような感じがするの。ひょっこりはがひょっとしてひょっとしてみたいな。じゃあ共通してますね。共通してる。よ、他あの擬音語とか擬態語。あ、ふにゃふにゃん。あ、そうそうそう、それ可愛いよね。なんだっけ、ニョキ。あ、ニョキ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 、なんだっけ、タケノコタケノコニョキ。そう、ニョキニョキは可愛い。え、あれなんか角栓とかさ、それもニョキニョキで出てくるの。あの鼻の角栓。ちょっと嫌だな。角栓ニョキキ。そう。オノマトペは可愛い。可愛い可愛い。可愛くないのありますって思うぐらい。可愛くないやつ。ドロドロ。ドロドロか。ドロドロも割と可愛い。可愛いよね。なんかあの、なんていうの、重ね言葉自体がなんかパンダじゃん。パンダ感あるよね。リンリン、ランラン。リンリン、ランラン、シンシン、シャンシャン。確かに。ちょっと可愛いよね。もいもい。もいもい。ねえねえ。チキンチキン。さっき見ない。あとはまじない。まじない。これ聞いたことあります？チチンプイプイ。ああ聞いたことある。聞いたことあります。痛いの痛いの。飛んでけーの。チチンプイプイ。チチンプイプイ。何の意味でこのチチンプイプイって言ってるんだろうって。どういう意味なのかな。魔法の呪文じゃないですか。そうそうそう。プイプイのところが可愛い。モルカ。プイプイモルカ。中国語とかだと、うんうん、ちょっとなんか単入ってるペイっていう、ペイってちょっとなんか汚いイメージあるじゃん。確かに。ポイってなんかちょっと可愛いじゃん。ポイは可愛いね。ポイなんかポイ捨てとかもさ、ポイ捨てもポイ自体があの、ま、マナー違反じゃん。あ、確かに。でもポイ捨てってポイ捨てあれなんか可愛い。イメージできるよね。ポイってなってる感じが。で、言葉の意味知らなければ、あと可愛く聞こえる。意味のイメージと正反対でケチョンケチョンって可愛くない？ケチョンケチョン。ボコボコまでこう残るで、ケチョンケチョン、チョンの部分が可愛くない？チョンってなんか韓国語っぽいな。ヒョン。チョン。ヒョン。こういうことがケチョンケチョン。あ、違う違う違う、これもう猫じゃん。ケチョンケチョンも本当になんかあのもうボコるみたいな。お、でもちょっとなんか響きからちょっとケチョンケチョンだな。こういう猫パンチ。猫パンチ。猫パンチのケチョン。ちょっとそういうイメージある。合ってるかどうかわかんないけど、猫パンチのケチョンケチョン。おー、かわいい。かわいい。
だろう、チンチクリンって聞いたことある。ああ、すごく言われる。マジでコメントからこのチンチクリンと割り口や。あ、でもチビよりは可愛いじゃん。そうない？え、チビの方がいい。え、なんかチンチクリンなんかちょっと陰湿って感じあるよね。チンチクリンみたいな。そうなの？チンチクリンの方がまだ可愛いっていう。そうなの？チビはもうただのチビ。え、なんかチビの方が強いよね。イメージだとなんかおばさんがチンチクリンみたいな。なんかチンチクリンの中に芯が含まれて気がする。聞こえたよ。そうそう、今一瞬なんか聞こえた。チンシシグリーン。チンシシグリーン。はい、他に何かあります？中国語が日本語に訳すとき可愛くないか。それあるかも。ポンポーローって日本語訳すとめちゃくちゃ可愛い。ポンポーロ。で、女の子がね、特に日本人の女の子が言うとめちゃくちゃ可愛いの。え、ホイコーローもそうじゃない？ホイコーロー、チンジャオロース。そう、ほら、可愛い、可愛い。伸ばす感じ、麻婆豆腐みたいな。確かに伸ばすとなんか、伸ばすと可愛い、ゆっくり喋ってる感じ。本家の発音となんかつれてるなっていうところが可愛い。ちょっと可愛い、可愛い。ルーローハンとかをね。ルーローハン素晴らしいでしょ。ルーローハン、トーファー、トーファー、そう、トーファーとか。麻婆豆腐。え、じゃあ中国語なんだっけ？トーフ。ほら、全然違うわ。トーフ。はっきりしてる。そう。トンポーローだって、トンポーロー。なんかすごいキリッとしてるじゃん。確かに。トンポーロー。日本語になるんだけど、なんか、ふわふわしてる感じ。全部こうじゃん。中国全部こうじゃん。確かに。日本語、うって感じ。トーファー。みんなこんな感じで食べてるみたいな。中国語だったら、なんかその、なんて、幼児語？ラーパーパーと。ラーバーバーであのうんちするって言う。ラーバーバーで言うね。って言うんだ。え、知らなかった。え、じゃあ番外編、かわいい母国語。うん、なんかその ABB すごい違うよ。あの、その人の名前でもその ABB の人が多い。シュシャオシャオとか。そう、そんな感じ。リーメイメイとか。あー、そういう人の名前昔ちょっと流行ってたんだよ。吃饭饭，吃饭饭。不是，吃饭的，もうご飯食べるじゃん。あえてもう一個饭を足して、吃饭饭。あれは、ゆ、うちも言う。あれ、躲猫猫。ああ。躲猫猫。躲猫猫。ABB が可愛いよね。可愛いんだよ。結局。私はボレイレイだわ。ボレイレイ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 。躲猫猫が、躲猫猫がボレイレイ。ボレイレイ。レイリレイリレイリ。なんか面白いな。面白い。こんな感じで視聴者さんの皆さんもなんか可愛い発音の日本語を教えてください。はい、コメント欄にお願いします。お願いします。ボクレイレイ。